Hello everyone, and welcome back to Mega Dimension Neptunia Victory 2. We're now doing the gold arc thing. The gold dimension, all that. It's been a few days since Neptune and I returned from the zero dimension. お姉ちゃんたちへの疑惑私が思っている以上に疲れとストレスは溜まって。さあ、もう誰よ勝手にガステーションの女神は友達がいない孤独な守護者とかネットに書き込んで広めたのは。私もですわ。昨日は一日中部屋に缶詰でしたのに、紅茶ショップ巡りをして高い紅茶を 経費でたくさん買ったことにされていますわ。私もなぜか私の名前でAmazonの商品レビューを書かれてる。2週間で100以上の商品に最低評価をつけたり、購入を購入ゲームをゲムって書いたりしているあたり、そしてなぜかそれを私の裏アカウントだというデマまで出始めるし、私だって仕事はネペギアやインスに押し付けて遊び放けてるなんて書き込まれてるんだよ。それはひょっとして逆で言っているんですの？こちらずには、やっていられないということで皆さん時間を作って来てくれたんです。やっぱみんなのところも同じか。そのせいで 最近は甘いものがないとやってられませんわ。これではまた余計なお肉がついちゃいますわ。ベールさんの夢まだ大きくなるんだ。でもひどい人もいるわよね。どうして悪口や嘘ばっかり平気で書き込むのかしら。お姉ちゃんたちかわいそう。考えられるのは2つ。1つは愉快犯による犯行、 そしてもう一つは私たちを陥れたい誰かが。敵対し合っている国が犯人なのですが、さすがにこの中でそれはありえませんわ。お姉ちゃんたちみんな仲良し。ええ、なので私としても4人揃ってこの時期を乗り越えたいのですが。ねえネプチューヌ、 そういえばお茶会の他に何か重要な話があるとか言ってなかった？そういえばそんなことを言ってたわね。つい愚痴るのに夢中では。そうそうそうだよ。私もすっかり忘れてた。きっとね、こういう時期だからこそ個別に対応するんじゃなくてみんなで連携して乗り越えられないかなって思う。ネプテューヌにしてはいい雨。私も 一人では限界を感じてたところ。でしょでしょ。三本の矢は一本の矢より何だらっていうように。協力ね。いい考えだと思うけど、それはそれでまた叩きの材料にされるのよね。慣れ合い政治オツや一人では何もできない守護女神とか批判の書き込みが目に浮かぶようですわ。いくらなんでもネガティブになりすぎ。 実際に長期間叩かれてみればわかるわ。良かれと思ったことすべての揚げ足を取られて叩かれるんじゃ、こっちまでマイナス思考になるわ。はあ、でもやってみる価値はあると思います。きっとネプチューヌさんのことだからすごい案があるんですよね。それは期待しすぎな気がするけど、実際はどうなのよネプチューヌ。 うん、私たち4国共同で大きなお祭りをやろうと思うんだ。お祭り？ それならどの国も毎年やってるじゃない。それは国別でしょ。私がやりたいのは4国合同の祝って国家予算の全部をパーッと派手に使っちゃうんだ。さすがにそれは。 いいアイディアね。えー、誤解しないで。国家予算の件は流してただけよ。
よかった。私もネプテューヌの意見に賛成ですわ。今までは国ごとの対応でしたが、この案なら何か変わるかもしれませんわ。そうね、もしかしたら影で変な情報を流している犯人を。あ、変な情報を流してるって。まだ確証はないけど、私たちに関してデマや嘘を流して人々を不安に陥れている奴がいるの。これはあくまで推測ですが、規模的に何かしらの組織の犯行ですわ。私が向こうに行ってる間にみんなはいろいろ調べてたんだね。まあネプテューヌがこういうのに疎いのはいつものこととして、ゲーム業界大感謝祭やっちゅう、みんなでお祭り成功させるぞ。あ、お祭りが決まったお茶会から数ヶ月後、月日はあっという間に経ち、4カ国共同のゲーム業界感謝祭は無事、以前よりお姉ちゃんたち女神の悪い噂とか根拠のないデマとかがひどくなったけど、お祭りが始まってからはみんなお祭りを楽しんでくれているのか、そういったものは目に見えて減っていきました。それどころか女神に対するシェアも回復しているように見えました。無事に開催できてよかったわね。そうだね、反発とかあると思ったらどの国の人たちも協力的で助かったよ。そうね、私もそれにはびっくりしたわ。これでお姉ちゃんたちへの信仰心が少し。こんなにたくさんの人が楽しんでくれてるんだもん、大丈夫だよ。だといいんだけど。ネプギアとユニちゃん見つけた。見て見て、屋台のおじさんからクレープもらっちゃった。I don't know, I wouldn't trust that old man saying. 美味しそうなの持ってるじゃない。 Especially after playing this game and realizing how many people are into certain things. Let's keep it like that. 実はネプギアとユニちゃんの前だ。 Then again, I've already played the game, so It's going to happen. There's not going to be a CW, no. CFW trick, was that the name? Forgot. ね、ユニちゃん。楽しんでくれてるから大丈夫って言った通りでしょ？そうね。私もちょっと心配性になってたみたい。ねえ、もう少しで時間じゃない？時間？ほら、なんとかグランプリの決勝戦よ。お姉ちゃんたちが出るんだから応援しに行かないと。ラマちゃん待って。あ、こら、勝手に行かない。こうして私たちの杞憂なんて知らないかのように、そしてそれはお祭りの最大の目玉でもあるG1 グランプリの決勝リーグの幕開けでもあるんです。ちなみに私は惜しくも最終予選でベールさんに負けてしまい5位でした。個人的にはお姉ちゃんに優勝してもらいたいけど。やっぱりこの4人が残るのね。ちょうどいいじゃねえか。この際はっきりと誰が一番強いのか決めようぜ。いいですわね。私の強さを示すのにこれ以上の場はありませんわ。
な女神化すると強気になるんだ。あなたはどうなのよ、ネプテューヌ。構わないわ。ここで勝てばプラネテューヌの未来も明るく確かなものになるはずだ。勝負、ちょっと待ってもらおうか。誰？どこの誰か知らないけど、姿。私たちが誰かって？そうだね。四つの黄金の頂に君臨せし者。ゴールドサード。とでも名乗らせてもらおう。We call ourselves the Gold Third, even though there's only four of us. I mean, there's four of us, the third, not two. There's not three, there's four.But whatever, perfect name. This team is also pretty awesome. And now she's meant to, shit, I can't come up with the right word now. But she's pretty much Bandai Namco. Namco Bandai Bandai, you know what I mean.それを抜いたとしてもゲーム業界の覇権は譲りませんわよ。ゲーム業界の And that's Square Enix. Oh, yeah. 私たちと戦うためだけに来たってことか。その通り。以前から一度女神様と手合わせしたいと思って。That's Capcom. I think she kind of gave it away, but you know, just saying.私たちに勝てるとでも思っている。できるかできないかの問題じゃない。And that's Konami. Or at least that's what I wish Konami was in real life. Fuck Konami. I think the K kind of gives it away, just saying. いい角度。いいわ。私たちが相手してあげるわ。Oh boy. How can I keep walking?Okay, well it matters, we're going to die anyway. We can win this boss, we can defeat this boss. Or these bosses. That's pretty much a preview of what's going to happen in the boss battles later. They're pretty fucking hard. Okay, except for Seisha, she won't be that hard. でも始めるのかい？戦争か武力による争いない。旧世紀の争いない。現代の戦争とは
せまた情報は武器にも富にもなる。秘密結社アフィマックスである。なるほど、見た目によらず君はインテリなようだ。でも約束を忘れてもらっては困るの？分かっておる。あれを手に入れればいいんだろう。確か忍者ステマックスだったかな。いつ紹介してくれるんだい？あやつはわしの命にしか従わん。お主に合わせるつもりはない。こっちは数少ない仲間を貸してあげたっていうのに、ずれないね。でもいいさ、例のものさえ手に入れてくれればね。な、あれ、ここどこ？私たち確かアリーナにいたはずだよね。って、もしかして私以外誰もいない？おーい、ノアール、ブラーン。誰もいない。ノアールたちどころかネプギアもいない。確かゴールドなんとかってのに負けて、その後いきなり光に包まれたんだよね。それに最後に会場に来たのってもう一人の私だったよね。そういえばなんか叫んでたよね。本当？まさかネプチューヌ、あなた無事なのね？うん、無事無事。ノワールは？見ればわかるか。てか、そっちは今どこにいるの？わからないわ。けど多分ラステーションのどこかだと思うわ。こちらも多分リーンボックスにいますわ。同じか。こっちも多分ロビーね。ベール、ブロン、よかった、二人とも無事だったんだね。ええ、ですがこれは一体。不覚にもゴールドサードに負けたのは覚えてるわ。そして気づいたらここにいた。やっぱり状況はみんな一緒ってことね。あくまで予想だけど、私たちの想像を超える何かが起こっているんだと思うわ。塔のこと？ご名答。あんな巨大な塔今までなかったはずよ。塔？塔なんてそ…あったあったあったよ塔。何あのでっかい塔、しかも4本も。推測だけど、あの塔が何か関係しているんじゃないか。してないと突然飛ばされた理由が思いつかないわ。でしたら国へ帰った方がいいですわね。幸い通信はつながりますし、すぐに妹さんたちも集めた方がいいですわ。そうね、何があったかわからない以上。ではそれぞれ教会に着きましたらまた連絡を取り合いましょう。わかったわ。さて、みんなの無事も確認できたことだし、とりあえずプラニティウム目指して歩いてみようかな。と言ってもここがどこかわからないんじゃ、どこに向かえばいいのかわからないんだけどね。まあいいや、なんとなくあっちに人がいそうな気がするから、あっちに行ってみようっと。こうしてバラバラになったお姉ちゃんたち4女神は突如ゲーム業界に現れたよ。そしてそれは4人の守護女神の物語よ。And that's how. Okay, we'll see it soon. Apparently, I have to save first. Now, we can choose between four routes, but we'll do all of them anyway, so, you know, it doesn't really matter which one you pick first. I kind of want to pick the route I normally did, which I started it longer than I just did, like, from left to right. Yeah, that's what I did. And my reason for why is this. Okay, so Neptune, you know, Neptune will be joined by Hive and Compa, so two humans. Noah will be joined by Uni, so that's two CPUs. First will be joined by Nepkin, that's also two CPUs. Blong will be joined by Woman Ram, so that's three CPUs. And of course I'm going to pick Blong first, but you know, it doesn't really matter, we'll do all of them at some point. And I kind of want to just do it this way again. Yeah. の物語を遊ぶの
次は一緒に頑張りましょう。やっと町に着いた。それにしてもロムとラムは無事かしら。あら、お嬢ちゃん、どこから来たの？お嬢ちゃん、私はお嬢ちゃんじゃなくて。あなたが女神？お嬢ちゃん面白いこと言うわね。だと思った。前の町でも信じてもらえなかった。女神のことというより、一体もし迷子なら案内するわよ。私ギルドで受付してるから、そこんとこは安心してちょうだい。ギルドね、ちょうどよかったわ。あら、そうなの？何か依頼があるのかしら。私の妹たちを探している。名前はロムとラム。ああ、ロムちゃんとラムちゃんね。知ってるわよ。あなた知ってるの？あの子たちならお姉ちゃんと会うためにルイーの使徒を目指すって、私が止めるのも聞かずに行っちゃったわ。そういえばあなたと同じで、あの子たちも自分は女神候補だって最後まで言ってたわね。それはいつの話？つい数時間前よ。ありがとう。私は二人を追いかけたいから。追いかけるのはいいけど、街道を使ってね。森には入っちゃダメよ。あそこを抜ければ近道だけど、最近変なモンスターがうろついてるって話だから。わかった。 Yeah, we better save it now before we go to Louis, because he might die. I don't think so, because I know how to beat them. Or, except if I just use DLC weapons, even though it doesn't matter, but I'm not going to do it because I'm a cheap little bitch. I think we're almost up trying to. Okay. Now, we don't have any of our items in this boat, or in this route. The only one that has all the items is Neptune, so yeah. We're pretty much starting a new game. We're starting from the beginning. I don't think we can transform yet. Of course, I get to go first. Okay. They can use magic attacks, and Blonde's magical defense is absolute trash. Do not try to use. Do not try to use a defense special effect, because you know you're just going to die. Now just kill them as fast as possible. やっと起きたの？いや、寝てたね、君。ここは近くの町のホテルよ。あ、そうだ。私の名前はシーシャ。私はブラン。ブランね。よろしく。君をここまで運んできたのは私。ありがとう。ん？
私の顔に何かついてる？なんでてめえがここにいるんだよ。急に人が変わったわね。どうしてと聞かれても困るわ。私のことを知ってるの？人の顔を覚えるのは苦手で、悪いけどどこの誰だったかな。はあ、覚えてねえとは言わせねえぞ。少し前に戦ったばかりだろうが。I guess Seisha doesn't know how Blonde looks like in her normal form, so maybe she didn't recognize her first. 君が戦った？いやいや、それならさすがの私も覚えてるはずよ。じゃあぶん殴って思い出させてやる。そこにじゅっと。ほらほら、無理しないの。傷が開いたらどうするのよ。どういうつもりだってめえ。襲ったり助けたり意味がわからねえよ。悪いけど本当に覚えてないわ。君と私は初対面のはずよ。嘘つくんじゃねえ。嘘じゃないわ。大体一度襲ってるとしたら、なんでわざわざ助けるのよ。それは言い返せないでしょ。そういうことだから、君が見たのは私のそっくりさんよ。ほら、分かったら横になりなさい。大丈夫、襲ったり食べたりしないから。食べるってところは引っかかるけど、嘘はついてないみたいで。あ、元に戻った。君って面白い性格してるわね。うるさい、あまり慣れ慣れしくしないで。あなたのことは信じたわけじゃない。信じてくれとしか言えないわね。覚えてないのは本当なんだから。わかったわ。私のことを覚えていないという部分けど、助けてくれたことには。どういたしまして。それで君はどうしてあんなところに一人でいたの？あなたには関係ないわ。関係あるわよ。もしモンスター退治をやってたなら、ハンターかどうか確認しなきゃいけない。ハンター？何それ。あら、知らないの？ああ、君ってルビー出身じゃないのね。私はルビー出身よ。じゃあ知ってるでしょ。ライセンス制とか居住区の仕切りとか。ライセンス、居住区の仕切り、そんなもの作った覚えはないけど。ルビー出身なのに知らないの？長い間よその国で暮らしてたとか。話が進まないから、私の出身はこの際置いておくわ。ライセンス制はそのままの意味よ。ルビーの住人は全て管理され、振り分けるということは勝手に決められるってことよ。 That sounds terrible. まあそういうことよ。生まれた瞬間に将来就く職業が決まってるなんて。 So Louis is not authoritarian. Okay, that's great to know. なんて馬鹿げてるの。私も時々そう思うよ。ただ唯一の救いじゃないけど、副業は個人の自由よ。そのライセンスが取得できるかどうかは別の問題だけど。あなたが言っていたハンターも。そうよ、モンスター退治とかギルドのクエストをこなすのが。あた、なるほど。ま、ライセンスに関してはこんなところ。君もここで暮らすならライセンスをもらわないと生活すらままならないわよ。ライセンスと国への貢献度で自分が住める場所が変わるわけだから。それが居住区の仕切り。私はまともな暮らしができてるけど、貧富の差は目に見えるくらいひどいわよ。徹底された管理社会、生かすも殺すもこの国次第ってことね。昔のルイの面影もないわ。ふざけやがって。どこのドイツだ、そんなふざけたことをやってるバカは。ルイはそんな国じゃねえ。メルヘンな魔法の国でのんびりした、そんな管理だのなんだの関係のない国で。私の好きなルビーはそんな国じゃない。ああ、驚いた。君って本当にルビーが好きなんだね。当たり前だろうが。ここは私の。こらこら、怪我してるんだからおとなしく。誰が管理してるなんて、そんなの知ってる人なんていないわよ。
れたいくらいよ。そいつ見つけ出したら絶対にぶっ飛ばしてやる。え、そうね。それに妹たちを探さないと。へえ、君には妹さんがいるのね。探してるって。はっ、まあ、そう。あなたハンターなのよね。ロムとラム。残念、聞いたことないわ。迷子ならクエストで届けてくれたら私が探してあげるわよ。自分で探すわ。そのためにここまで来た。どうやって探すつもり？ライセンスがないとルビーではまともに動けないのよ。ならライセンスをもらうだけ。適性検査は誰でも受けられるから申請するといいわ。検査を受けたからといってハンターになれるかどうかはわからないわ。ハンターになれなかったからって泣いちゃダメよ。それくらいで泣かないわ。あとブランちゃんはやめて。いいじゃないの、ちゃんの方が可愛いじゃない。あ、そうだわ。君がどうしてもって言うならこの部屋を貸してあげてもいいわ。何が目的？人の善意をそんな風に疑うの？別にハンターになったら仕事手伝ってもらおうとかそんなこと。Just say this. 私も楽したい年頃なのよ。相棒がいた方が何かと楽なの。モンスターとも戦えてたみたいだし、そこらにいる微妙なハンターと組むより君と組んだ方が何倍もいいの。考えておくわ。ありがとうブランちゃん。じゃあ私は寝るから、用事があったら起こしてちょうだいね。さて、借りてきた布団は確かここに。どこで寝ようとしてるの？床で寝ようとしてるの？それくらい見ればわかるわ。 Wait, aren't there two beds? もしかして一部屋しか取ってない。 This background is a fucking lie。 しょうがないじゃない。私の今の稼ぎじゃ一部屋しか取れなかったのよ。おまけに他の部屋はいっぱい。二人一部屋で寝泊まりするしかないの。理由があるなら仕方ないわね。私も疲れたから少し寝るわ。あれ？床で寝るくらいなら一緒に寝ようとか言ってくれないの？いやよそんなの。何されるかわからないの。本当に私のことを覚えていないのなら女神だと